知るたびに自分の罪の重さを改めて突きつけられたような気がした。血類を生み出す泉もまた枯れていき、徐々にその数を減らしていった。だがようやく可能性が見えた。お前の力があれば。この当時の俺は何も分かっていなかった。少しでも救いになれば、あの時はただそう思っていた。その思いが悲劇を招く引き金になっていたとも知らずに、忘れてはならないはずの俺の罪だ。